どうも、性欲爆発先生です。はい、また来ましたか。あ、ちょっと車来ます。危ないですよ。誰が仕切ってんだよ。車来ますからね。性欲爆発先生が仕切んなよ。こんなこと性欲爆発先生に言わせないでください。車が来ますから。今日はですね、歌舞伎町の方でございます。ラブホの聖地ですわな。もう大好評だったということで、この前のやつが。いや、そうよ、童貞からやりちんまで見ていただいた。はい、はい、ちょっとね、また教えて おこうかなと。知ってる？何ですか？前回のラブホルアラ、はいはい、うちらが紹介しましたっていう画像がホテル中に貼られてるらしい。そんなことされてるんですか？最悪だよ。しょうがないですよ、もうね。実際に使っちゃってるからね。そう、使ってるからしょうがないです。じゃあ今日も、はい、いろいろ紹介していこうかなと思うんですが、新宿のラブホテルに関して一個言うんであれば、はい、まあ、飲んだ後とかにまあラブホテル行くんだろうなと大体思うじゃないですか。そうするとね、新宿駅が、ね、まあ、向こうにあるじゃないですか。で、まあ、飲み屋で飲んだ後、うん、駅方向には向かえないわけですよ。本当だ。新大久保方向なんですよね、ラブホテルがいっぱいあるので。本当だ。もうだから飲み屋の段階で決めなきゃいけないっていう、その難しさ。じゃあステージはより難易度高いと。ステージ難易度高いね。居酒屋から出たその駅までの道すがらで決めるんじゃなく、渋谷はそれできるもんね。そう、渋谷はできるんです、これ、うん、新宿はね、もう居酒屋内で決めきるっていう。で、新宿でもう一個ね、ラブホに行くときに気をつけてほしいのが、はい、渋谷はね、あんまり意識しなくていいんですけど、新宿はね、うん、ラブホに行く途中、うん、あんまキョロキョロしないっていうのが大事になってます。どういう？これやっぱね、風俗店も多ければホストやキャバクラ、うん、そしてちょっと怖い感じの人が多いです。黒服が多い。多いんですよ、うん、やっぱほんと龍が如くというか。そう、ほんと龍が如くのモデルになった街 だけある。あんまりキョロキョロすると良くないことが起きます。私もやっぱそのライブハウスが、うん、お笑いのライブハウスめっちゃ多いんですよ。はいはいはい。だからそう出てるとさ、うん、まあ、新宿結構通う時期があるじゃないですか。はいはいはい。本当にあのちゃんと漫画みたいにこうやって、うん、己の島がって言ってるやついたから、ね、いるんですよ。本当にいるんですよ。ちょっと治安は良くないです。良くない。だからあんまキョロキョロせずに、うん、最短距離でラブホに向かうこと。そうだね。これ大事。これは大事かも。あ、なんか新宿のラブホはこれが多いね。あ、電子なんだ。この電子のやつが多いです。サイネージが多いと。そうなんですよ、デジタルサイネージ。これでも一個気をつけてほしいのが、ここのね、情報が意外と更新されてなくて、ここに書いてあるキャンペーンはもう3日4日前のだったりするわけ。そこ気をつけよ。今の時期だとね、バレンタインのキャンペーンがここに載ってるんだよ。だけどもうそれね、更新してないだけなんですよね。それ気をつけよ。値段でちょっと待って。ゴールドベアなんてもうまさにそうだわ。そう、2月13、14でしょ。更新してないんです。本当でした。さすがですわ。これ気をつけて。わかりました。紙だとすぐ変えれるけど、ここじゃなくてここな。そう、そっちの方が絶対いいんです。わ、はい、かりました。ということで入っていきましょう。はい。で、ここで選ぶと。ここで選ぶ。ここで、まあ前も言いましたけど、時間かけちゃダメね。もうパン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 といく。高いところでもいいと。いい、もうそこをパンパンといく、うん、ここでの時間が一番もったいない。そして家具を頂いて。あ、ありがとうございます。すみません。あ、ここ広いですね。やっぱ新宿のラブ広いわ。はあ。ただでもこっから前儀は始まってるという意識。え、ここで手満するんですか？いえいえ、ここでちょっとこう近づいて、もう始まってるんだぞーっていうこの雰囲気を出す。これ大事。ここでチンチン触りたいとかないですか？あります、あります、全然。はい、そして来ましたね。ですね。はい、我々の部屋ですが、これね、コンセプト強めのホテルですから、一個ずつ部屋に名前ついてます、うん、MM です。こっちは全全 MM という、ちょっと理由はよくわからない部屋です。超新宿の、いえ、その2人だけのパターンの名前なわけあるか。全さんの個室ってことですね。違う、そんなわけあるか。デデンの時空想ショートコントやるか。お前騒ぐな、あんまここで。行きましょう、行きましょう。はい、はい、行きましょう。わ、すごい。はいはい。段差がない。段差ない。バリアフリー。ラブホでバリアフリーですか？はい、入りました。はい、一回見ます、ここ。わー、すごいわ。はい、これ、この部屋ですね。うん。この段差がないのすごいね。そう。ちょっとだからね、正直、イレギュラーなラブホではあるなということをここで察してください。男はね。練習だよ、これみんな。
この間取り見た瞬間に、うん、あ、ちょっとこれイレギュラーなホテルだ、うん、いつもとはちょっと勝手違うかもなっていうのを感じて風呂見に行きましょう。風呂見に行くんだ。普通の風呂じゃないかもしれないな。はい、入りました、はい、これラブホテルでは珍しいユニットバスです。珍しいラブホテルでユニットバスはあまりないです。すごいね。だからここであたふたするかどうかやっぱ見てます、相手はね。ほう、ここであたふたしてはいけない。へえって思う。そう、へえ、あ、まあ普通ですけどねみたいな、うん、男側は、うん、まあ全然このタイプも使い慣れてますけどねっていう顔する。で、男側はそうだけども、うん、女性側は逆に、うん、あ、ここちょっとイレギュラーなラブホテルだな感は出さない。女側もね、女性はいつも初めてラブホに来ましたよみたいな感じで欲しい。お前の好みだろそれ。それが大事。現に男はもうだいぶ着慣れてますから、うん、ここも完璧に使いこなせますよっていうその安心感。嫌だけどな、それはそれで。ここはでもね、うん、比較的、うん、このアメニティがもう充実してるんですよね。本当だね。正直ちゃんと洗顔もんじゃん。洗顔料と泡ハンドソープ一緒とかあるよな。一緒とかあるよな。ビジネスホテルであれ手と顔がさ一緒に洗えるわけないんだから、うん、本当それはいつも思うわ。それをこう分けてくれている。同じ皮膚だと思うのよな。本当ですよ。コンパクトな部屋ながらもアメニティ系は充実してるなと。え、これ何ハピホテタッチってハピホテタッチ、これハピホテアプリを起動してタッチするんですよ。え、そうするとなんかポイントが貯まったりとかするんですが、これを使ってるやつを俺は見たことがないよ。でもね、それこそ女の子が入ってる間にそうやるしかないよね。まあそうだね。目の前でやられたらドン引きするもん。いやそうだよな、ポイント貯めてんだ、うん、こいつって思われたらな、うんうん、で逆に女性が、あ、ハピホテタッチだピッてやったらもうちょっと引いちゃうから。基本的にだからハピホテタッチはノータッチ。みんな覚えておいて、エッチの時にポイントを貯めるなんて気持ち持つな。出せ全部。そしてこっちですね。これすごいな。こちらの部屋前も言ってたけどさ、その、はい、なんていうの、同じ高さになってるみたいな、なんかいろいろあったじゃない。そうなのよ。結局その、うん、まあ前回もね、うん、教えましたけど、はい、こうなったとき、はい、こうね、そう入れやすい。これが大事なんだ。これにこう、変にここ差ついてたら、差ついてたらこうなっちゃったりとか、そう、おちんちん届かないよってなっちゃう。もうこういけると、そう、ここがラブホテルのおもてなし、うん、っていうおもてなしなわけよ。ラブホテルのおもてなし、おもてなし。進次郎の方が怒る、多分。もう進次郎の方が怒るから。滝栗は怒らず進次郎が怒る。怒る。政治家の。それ怖いよ俺。でもこれがとおもてなしなの。でもさ、思ったけどここバカデカテレビあるわけじゃん。このバカデカテレビいいですよね。で逆にソファーがないじゃん。ない。ここで見るよな。そうよ。だから逆にそのプレイにはね、スッと行きやすいですよね。ある意味。めちゃくちゃホテルザホテルじゃん。そう。めちゃくちゃホテルザホテル。出たよあれね。はい、100万回聴いた音楽です、これ。この音は100万回聴いてますから。嘘、あんま聞かないよこれ。いや、これです、大体これですよ。ホタルの光とかわかりますけど、ルームサービス何やるのかななんて見てみます。電マ、電動マッサージ機。このね、電動マッサージ機もいいですよ。一旦実は足に使うもんなんですよっていうこと。使ったことねえわそこで、ね、そんなふくらはぎの骨近いとこ当てないもん。ここなわけない、ここよ。でもこの電動マッサージも3000円で買える。電マって買うのか。そっか、さすがに不潔だから買うのか。置いてある場所もあるんですよ、うん、置いてある場所は電マ用のコンドームも置いてありますから。あ、そうかそうか。そうそう。そしてコスチューム、ここはもうコスチューム買うタイプの店。しかもナースは売り切れというね。ナースがよく出るタイプの。ナースがよく出る。まあ手軽かな。ここなんかちょっとロリっぽくないし、これが一番。まあね。万人受けかな。あとはまあパンツが買えたりとか。お、いいね。いろんなものが買えます。ああ、あと
カールヘアアイロン、ストレートヘアアイロン、無料で買えて、レンタルミナー、うん、アイスペール、これのね、無料のレンタル系は見といた方がいいね。いいね、なんかいろいろ、そう、いろいろここでまあ見れて。タバコ吸えるね。タバコ吸えますね、ここはね。最高だね。タバコ吸えないとこも多いんですけど。いいね。あ、で、ラブホのライターね。ラブホライターね、これ持って帰ろう、私、はい。これホテルアトラス系列店の方のやつですね、うん、タバコ吸う人はまあ使うし、結構持って帰るパターンの人いるじゃないですか。はい。で、普段使ってる人いるじゃないですか。はい。男で使ってるやつはちょっと生きってる感わかる、マジでわかる。これ生きってる感出るでしょ。ドヤ顔で使うよね。そうなのよ、うん、あ、これホテルのライターなんだっていう吸い方するじゃん、うん、遊んでますよ、遊んでますよ、うん、ここのもうライターに関しては、うん、ここだけで収めるのがまあ一番セオリーではありますね。美学だね、それはね、うん、このね、ホテルのライターを持って帰る男とはもう次のラブホは行かない方がいい、うん、し、これをコレクションしたいっていうその、うん、コレクション欲のあるタイプだから、うん、そのそいつとするセックスは本当に愛のあるセックスじゃなく、うん、コレクションとしてのセックスのことが多いです女性とライターを同一視してる可能性が全然あるここのね、ライターを持って帰るやつはもう次ホテル行かないぞと女性は思ってください。あ、でもそれ一理あるわ、深いわ。そうでしょ。そしてまあ、あ、あとまあここにも置いてあります。ちょっとホテルのね、この形状的に、うん、このゴムから遠いね、ベッドが遠いんですが、うん、これはもうこのザ・ホテル・ザ・ホテルさんの、うん、このゴム使うなよっていうメッセージです違うと思います。私がこの前も言いました。違うと思います。ここのゴム使ってるような男はダメだ持ってこなきゃ自分で。ここのゴムが悪いとは言わないけれども、うん、まあもっと大きいメーカーさんとかちゃんとしたところから出てるやつの方が安心です。ここのゴム使うなよっていうことでこんだけ距離離してくれてるわけ。違うわ、なんかあった時はこれ使いなのやつよ。本当に盛り上がった時だけです。これ朝までとかね。そう、朝まで行ってしまった、うん、8回戦とかになったらここ使ってもいい。そうか。で、あとまあここティッシュが遠いですから、うん、これエッチが始まる前にティッシュだけこっちに寄せてそれはまあここでもいいないやもう実質じゃん、これぐらい近くないと。チコティッシュじゃん、距離がまあ盛り上がってここなだれ込んでここ行くっていう激しさもいいですけどね。まあまあね、ここも使えますけどね。いや使えるよ、ここも。ただここのね、床ね、これ触ってみて一回、うん、いいよ。まあふかふかとまではいかないけど、結構ね、これ摩擦激しいタイプの。まあそうね、これだからセックス盛り上がってきて、うん、こっちでこうなってきた時、うん、ここの摩擦で結構やけどしちゃうそんな動く、うん、お前がそんな動く。ここでね、ここで例えばその、うん、こうなった時結構摩擦、これやけどしちゃうんです気をつけな。そして、うん、でね、前回、うん、まあ、尺の都合上泣く泣くカットしたらしいんですよ。はい。照明の機械について触れたと。あそこ、ね、うん、そうで、今回ちょっと触れようと思ったんですが、はい、ちょっとイレギュラーな、本当だね、イレギュラーなライトですただでもこっちの方が絶対にいいね。こんなに洗練されてることなくない？ない。もっと分かりづらいよね。タイプライターみたいなでっかい機械カチカチカチャっていう、その、そうね、マッキントッシュかと思ってそれぐらいでかいですこれ LED、 これはなんか空調かな、空調系のやつね。で、ここがライトですね。おお。ああ。こんなに分かりやすいことでもないわ。本当だよ。普段はもっと入り組んでるから、入ってなんかわちゃわちゃしながら触るのもありだと。ありだし、うん、まあ彼女が、うん、シャワー浴びてる間に、うん、急いでそのそこでパターン1、パターン2、パターン3全部試して、ああこれぐらいかっつって、パターン4は、ああなるほどねとか、全部試してその場にあったライトを選ぶ。でもさ、たまにその入れすぎてさ、うんうん、お風呂入ってるとこ消しちゃったりしない？ありますそれよく気づいた、中級者だねうるせえ、あんた中級者だね。いや違う違う違うあるんですこれね。なんかそのあるじゃん。あります。多すぎて量が、ここでお風呂の方の照明もいじれるとき、うん、あるんだよ、ね、あるよね、あんのよ、うん、でパッてなんか変なの押しちゃって、うん、あーってそのもうお風呂の方から聞こえて、うん、覗きに行ったらその湯船が虹色に光ってる時とかあーってなってる時あります。それも気をつけないと。それも気をつけないとダメで、まあベッドですわな、うん、ベッド一回めくりますよ、
なんでさ、枕多いの？これは、こっちの枕は腰の下に引いたりとかするわけ。え？位置の調整で？位置の調整で。なるほど。だから枕多いんだよ。ラブホテルって。勉強だったね。勉強だったね、今ね。違う違う。好みで選ぶための 2個ずつでしょ。いやまあそうなんだけども、うん、表向きはそうなんだけども、うん、裏向きホテルの本当のそのおもてなしとしては、うん、腰の下に引いて位置を合わせられますよっていう配慮なわけ。おもてなし、おもてなし、おもてなしなわけよ。進次郎が怒るって。なんで進次郎に怒られんだ俺。ラボでテンション上がっただけでよ。進次郎になんで怒らなきゃいけないんだ俺。このね、ラブホに関しては、うん、これ壁がね、すぐ近くなんですね。壁だね。これ壁すぐ近くなんですよ。だからまあプレーの幅は広がりますわな。あ、いろんなプレーできる、うんうんうん、ただでも一個気をつけて、はい、これ壁近いでしょ、うん、ここに忘れ物するよ。それはいろんなホテルであるあるよ。違う、ここに壁があったらここに忘れ物するよ。ラブホに携帯だったり、確かにね、エアポッツだったり。本当だね。なんか朝になってじゃあ着替えよっかってなった時、うん、パンティー大体この中に落ちてるよ。気をつけて、壁沿いは気をつけろ。そう、プレーの幅は広がる。確かに、もう結構これぐらいの高さだから、うん、こうもいけるしね。こういうこと？そう、こうもいけるし。逆にその男側がこうで、うん、で、そのもうこっちもたれかかってもらうぐらいのこうもいけます。ただここに忘れ物するから気をつけろ。わかりました。それでじゃあ、はい、まあ、時間何時ですか？15時と、はい、22分。じゃあまあ撮影終わりということで。じゃあ俺小説結構溜まってるからここで作業しとこう。そんな文豪いねえよお前。旅館でやれ。溜まってんの小説。老舗旅館でやるんだよそういうの。ちょ、おかみがこうするタイプのホテルでやるんだ。ちょっとここで作業していこうか。なんでこの小窓から鍵出すタイプのホテルでやるの。おかみががっつり来るから文豪泊まるところ。なんで顔伏せてこういうところでやるの。珍しいでしょこのタイプの椅子があるの。いや確かに小説は書けそうだよ。小説書けそうでしょ。小説書けます。ホテルザホテルは。ちょっと集中できるもんな。ちょっと集中できます。この空間はね。ね。でそういう利用にもぜひ、文豪の方もぜひ、はい、さ、ホテルザホテル。ホテルザホテルさ。ホテルザホテルぜひ使ってください。ちょっとね、まあ渋谷新宿と行ったんで、ええ、またいろんなところのラブホテル、うちの町のラブホテルにも来てほしいよなんていう声もね、ちらほらと聞こえますから。次は君の街に行くかもしれないよ。次は君の街のラブホテルに行くかもしれないよ。